はい、どうもこんにちは、こんばんは。コタローコインのコタローです。まあ今ね、ちょっと別のこう角度で動画撮ってるんですけど、近況報告というか、まあ最近ちょっと自分入院してて、まあっていうのもその腸閉塞っていう病気になっちゃって、その腸がこうねじれちゃうみたいな感じの病気で、まあそれも食生活からなるものだったんで、まああまりね、そういうところに気を使えてなかったので、ちょっとこれから気をつけていこうかなと思ってるんですけど、まあそういった影響で動画の投稿がちょっと遅れちゃったりしてたんで、まあこれからもあまりこうハイスピードで上げていくのはちょっと難しいかなと思うんですけど、まあ今まで通り、まあマイペースにやっていこうかなと思うので、はい。その入院する前とかにも動画たくさん撮ってて、今こう編集しながらっていう形なんですけど、最近皆さんがどういった動画が見たいかなっていうのもちょっと気になるので、どしどしコメントいただけたら嬉しいんですが、最近購入品の動画とかが結構増えちゃってるんで、まあ他にも、さまざまなね、こう洋服系の YouTuber っていろいろやることがあると思うので、まあそういうのもちょっとずつ探り探りでやっていこうかなと思ってます。まあ以上が近況報告だったんで、早速動画の本編見てもらおうかなと思います。ではレッツゴー。はい、早速本編にやってまいりました。まあ今回の本編なんですが、またまた購入品の紹介になっちゃうんですけど、今回購入したものはこちらです。プロクラブロングスリーブティーのヘザーグレーとロイヤルブルーです。はい、プロクラブのアイテムですね。まあ本当にキンキンの動画で一回説明したので、まあ今回はね、こう多く語るっていうことはないんですが、まあ今回はその秋口、冬口に向けてね、ロングスリーブの T シャツを購入しました。前は半袖のものだったんですが、今回はこちらですね。やっぱ季節に応じてこう着る洋服とかは変わってくると思うので、今回こちらのロングスリーブなんですが、まず値段が1500円で購入しました。めちゃくちゃ安いですよね。まあその前紹介した半袖のやつも1000円しないぐらいで買えるって紹介して、まあ、こちらのアイテムに関しては1500円ぐらいで買えるので、めちゃくちゃ安いと思います。プロクラブ特有のネックリーブですね。この詰まり具合が最高にかっこいいのと、程よい分厚さ、まあ、あとはカラーバリエーションが豊富だよっていう風に前の動画でも紹介してるんですけど、今自分が着てるのがこちらビーフィーの T シャツなんですけど、これよりはるかにしっかりしたリブの作りになってます。別にビーフィーがどうのこうのっていうよりも、こっちがもうすごすぎるっていうのがまずあるので、でまあ今回はヘザーグレーとロイヤルブルー、まあグレーに関してはね、皆さんいい柄だなと思ってたりとか多いと思うんですけど、ロイヤルブルーに関しては結構難しいんじゃないかなっていう方も多いと思うので、まあ今回はね、そういう方に向けてこの柄を購入したっていうのも一個あるんですけど、まあ個人的にもこの柄はすごく欲しかったので、まあせっかくなので今回はこの2つのカラーを使ってちょっとコーディネートを組んでみたいなと思います。まあ前回の動画でね、プロクラブの良さについてはもう話し尽くしちゃっているので、まあ、今回はそういうコーディネート系の動画にはなっているので、まあ、参考になるかなとは思うので、ぜひぜひ最後までご覧ください。まあ、それでは画面が2つに分かれます。どうぞ。はい、最初はね、ロイヤルブルーの方から、ちょっと着てみました。まあ、こんな感じなんですけど、まあ、ワークシャツ、リキズのワークシャツと874履いて、で、あと中に差し色としてロイヤルブルーを入れてる感じですね。で、その差し色でレイヤードで T シャツ着てるんですけど、あとはそのサイズキャップで同色の青にしてるのが一個ポイントかなと思います。で今ね、結構こうオールブラックっていうそのファッションスタイルってかなり流行ってると思うんですけど、まあそれでもね、その中に一個差し色入れるだけであんまり被らないというか、こういう着方も結構珍しいと思うんで、はい、あまり人と被るのが好きじゃないって方には結構おすすめかなと思います。髪型やば、後ろまあそこはいいんですけど、まあこんな感じでね、その色を使ってまあちょっと遊んでみてるんですが、あとはもう全部まとまりとしては黒なんで、その青を主役というか、あくまでその、まあ、黒ベースで、その中で差し色として青を入れてるっていうニュアンスですね。はい、まあ1個目はこんな感じなんですが、ちょっとチャックじゃねえや、ボタンかを外してみてますね。ボタン外すとこんな感じで、まあ、こうするとね、なんかオールブラックっていうより、その青がこう主張が強くなってくるので、ちょっとファッションにも見栄えが出てくるかなと思います。次行きましょう。はい、次がヘザーグレーのシャツに合わせてみた感じです。めちゃくちゃウエスタイですね。僕このスタイル超好きなんですけど、とりあえずまあグレーのまあレイヤードとして今回も使ってますね。さっきと同様です、そこは。で、リッキーズのハーフパンツとキャルトップのシャツで合わせてみました。まあ、全体的にね、こう暗いまとまりなんですけど、やっぱりその
ネイビーとか黒、あとグレーって、まあ落ち着いたというかモノトーン調のものなんですけど、まあ色がね3色もある中でなんでまとまって見えるかって言ったら、まあ結局は落ち着いてるカラーだからっていうんで、いうことなんで、まあねそこら辺はうるさく見えないので、こういう合わせ方はめちゃくちゃいいかなと思います。で、あのさっきから気になってるんですけど、自分の後ろ髪がちょっとあまりにもキモすぎて今すげえ気にしてるんですけど、まあそこは一回置いといてもらって、はい、こんな感じで合わせてみました。で、さっきと変わってるのとしても、こうサイズキャップですねを黒にしてみて、そのハーフパンツと、まあ、色をねちょっと合わせてみてる感じなんですけど、まあ、全体的に、まあ、さっきよりはまとまりがあるかなっていう個人的な思いがあります。はい、まあ踊ってるんでね、まあぼちぼち終わって、まあ最後の締めに行こうかなと思います。いかがだったでしょうか。本日の動画はですね、購入品兼、まあ、コーディネート紹介みたいな動画にはなってしまったんですが、まあ、あくまでコーディネートはこう自分が、したいものっていうのがあって、客観的に見たらねそれがいいコーディネートかはわからないんですが、もちろん今回自分がしたコーディネートもね、見る人によってはダサいってなるかもしれないんですけど、まあ、それも一個の考え方として全然ありだと思います。まあ、動画の最初にも話した通り、まあ、動画も結構マイペースにぼちぼち上げていくので、これからも応援よろしくお願いします。まあ、なるべく皆さんのためになるような動画を投稿していきますので、これからもよろしくお願いします。では本日の動画はここら辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。